タックスペイントは子供を対象としたペイントソフトである。2002年にビル・ケンドリックが開発を始め多くのボランティアの協力の下で保守、改善が続けられている。類似のプロプライエタリな教育ソフトウェアであるキットピクスの代替フリーウェアであると広く見なされている。描画ツール3歳児にも利用できるような思想からインプやフォトショップなどの代表的な 画像編集ソフトウェアとは大きく異なる。ユーザーインターフェースは直感的に設計されており、操作理解の助けとなるようにアイコンや音のフィードバック、文章が利用されている。また、子供の関心を引くために、色鮮やかなインターフェースや効果音、マスコットキャラクターのタックスを利用している。大抵の画像編集ソフトと同じく F で消しゴム。 直線、多角形、文字の描画機能を利用でき、アンドやリドによって変更の取り消しを行える。オペレーティングシステムやファイルについての知識がなくても利用できるように設計されており、保存や開くの操作は PDA 用ソフトのものを模している。画像の保存時にファイル名や保存場所を指定する必要はなく、以前保存した画像を開こうとするとそれらのサムネイルが表示される。 マジックツールぼかしやフェード、道路にチョークで描いたように見せるなど、フィルターや特殊効果の機能である、マジックツールが提供されている。これは、バージョン0.9、18からは、実行時にロードされるプラグインとして搭載されており、C 言語の API を利用している。スタンプ多くのイラストや写真が自由ハイフライセンスの元で提供されており、ラバースタンプツールによって、 画像内に配置できる。スタンプは PNG 形式のビットマップ画像や SVG 形式のベクタ画像でも利用できる。2008年の時点で800以上のスタンプが提供されている。平点文字である日本語、ギリシャ語、テルグ語なども含め2008年6月時点で80こと5以上に対応している。多言語表示にはパン語を利用しており効果音や独自実装された。 インプットメソッドも多言語対応の対象である。ゴールデンエート、ブリッジ秒画例、ASUS AAPC に付属するほか、デビアンジュニアやエズブンツといった教育向け Linux ディストリビューションに標準搭載されている。オープンソースの教育用ソフトウェアスイートである、グコンライズでも利用できる。ありがとうございます。